プールラールは、象徴主義の画家、ジャンデル・ビルラによって、1892年のベルギーのブルッセルで結成された美術家集団である。1895年の第5回展のポスターアレクサンドル・ハンノチアウ母体となったのは、ブルッセル王立美術アカデミー出身者によって、アカデミーの展覧会に対抗する展覧会を開くために作られたた、美術家グループ、エル・エゾール。 1876年にセルクルでアンシエンイエレブイエレブでアカデミーズデボーアーツでブリュッセルとして設立1879年にエルエソールと改名された1892年に正式に解散である1883年にジェームズ・アンソールの作品がエルエソールの展覧会に展示を拒まれたことなどからアンソールらの若手の芸術家が20人展を 設立したことによって、エルエソールは分裂した。さらに、エルエソールの反対性の人々が、新しい展覧会を開くために設立したのが、プールラールである。主な創立メンバーは、画家のジャンデル・ウィルと彫刻家のピエール・ジャン・ブラック、ビクトール・ルソーラで、フランスの象徴主義の展覧会を主催した、ジョセファン・ペラダンが会議のメンバーに加わっていた。 最初の会合は1892年2月に開かれ、公式な設立は1892年4月となり、第1回のグループ展は1892年の11月12日から開かれた。第1回のグループ展には、画家のアルベール・チャンベル・ラーニア、ジャン・デル・ビル、エミール・ファブリア、彫刻家のピエール・ジャン・ブラック、ビクトール・ルソーが作品を出展し、 数ヶ月前のパリの象徴主義の展覧会に出展されたフランスやドイツ、スイスなどの画家の作品も展示された。展示された国外の画家にはモーリス・シャバ、シャルル・フィリジェ、アレクサンドル・セオン、カルロス・シュバーベ、アルベール・トラクセルラがいた。その後も毎年展覧会が開催され1939年まで存続した。ありがとうございます。